はい、どうも、こんばんは。ワードです。今日はですね、2017年8月の15日、14時28分です。よろしくお願いします。ですね、ゲーム配信の方を断念しました。残念なお知らせです。いや、難しすぎるわ、ゲーム配信。今、キャプチャーボードとかいろいろ買ってきたんだけど、なんか不具合が多いし、ノートパソコンだから CD ロムだとできないの。CD ロムのデータが読めないの。いや、もう疲れた。もうすげえパニックを起こしそうで、もう吐き気がします、僕は今。とんでもなく吐き気を催します。疲れた。あ、マジで頭痛い。最悪だよ、ほんと。なんでできねえんだろう。全然意味がわかんねえ。ゲーム配信ってこんなめんどくさいんだね。おすすめできないよ。待ってました。イオリンさんいらっしゃい。楽しんでいってください。頭痛い、マジで。ああ、どうもどうも、駒主さんありがとうございました。本当助かりました。ありがとうございます。先日はどうもです、本当。助かりました。ありがとうございます。クラクラする。おい、矢野ラッキーさん、ワードです。どうしました？ずっと気になった。はい。どうしました？
ヤホイ楽しかったね。一瞬で良いので奥にある人体模型そこに座らせて配信とかってしたりします？あのね、これ骨格標本なんですよ、人体模型が。で、立ってるスタンド型なんですね。だから座らせるっていうことが物理的に不可能なんですよ。そのずっと立たせてることしか無理ですね。しない、できないですね。あれがその鉄の柱でこう股の部分から黒くて見づらいんですけど、鉄の柱が立ってるんですよ。だから座らせるっていうことが難しいんですね。あと針金とか細かいところが止まってるんで、そう、立っておく用のやつなんですよ。ちょっと難しい。そうそうそう。で、これ整骨院のやつなんだよ。結構高級なやつなんだよね、人体模型が。骨格標本っていうのかな。だから30万ぐらいするやつとか言ってたかな。結構高いやつなんだよね。あ、いえいえ、そう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 、結構高いやつなんだよね。20-30万するとかしないとか、いいやつらしいよ。ちゃんとしたやつなんだって。はい、土下座名人ワード2。そうそうそう、俺は中古で買ったから5000円で買ったんだけど、ゲーム配信なんかキャプチャーがうまくできなくてさ、残念なんだよね。いや難しいよ配信は。五右衛門も買ってきたんだけどね、五右衛門3のんちゃんと一緒にやろうと思って。しかもね、なんかギリギリそのキャプチャーはできないんだけど、 PC モニターの方には画面が映って、でやってみたんだけど、アクションゲームダメだね。あのラグる、要は B ボタンを押してジャンプをしてんのに0コンマ5秒ぐらい遅れんだよ。だからそのダメージ食らうんだよね。多分ストリートファイター2とかできないね。だからみんなロープレイばっかりやってんのかとか、理由が分かってきたよ。だんだんアクションゲームやる人少ないじゃん。なんかモニターをもう一個用意しないといけないとかなんとからしい、のんちゃん曰く。もう一回お帰り。 PS4 ね。いや PS4 っていうかキャプチャーができないから、もっと手前の問題でつまずいてるかな俺は。どうやったらいいんだろうみたいな、よく分かってない。ママこんにちは、どうも。コンマで言うときは例言わなくていい。コンマ5秒って言えばいいのか。気持ち悪くなっちゃった俺。ワード2ルーシー。
雨の中、いや、帰りにザーって降って、のんちゃんとびっしょ濡れになりながら帰ってきたかな。のんちゃんとびしょびしょになった。埼玉、いや、もう新宿もすごかったよ。ザーザー降りだよね。つまらなくて稼げる仕事より楽しくて稼げない仕事を選べって本に書いてあった。だからよく説明する原理だと、俺の考え方なんだけど、つまらなくて稼げない仕事と、つまらなくて稼げない仕事と、面白くて稼げる仕事があるっつうんじゃん。これはみんな楽しくて稼げる方を選ぶでしょ。つまらなくて稼げないのなんか絶対嫌じゃん。で、重要なのは、稼げなくて楽しい仕事と、稼げるけどつまらない仕事をどっちの順番にするのかっていう理論。ちょっと分かりづらいと思うから、ちょっと書くね。いくよ。テキスト。テキストで。良い仕事。いい仕事と、テキスト見えてるよね。大丈夫。いい仕事。いい仕事と悪い仕事、逆にしようか。いい仕事、悪い仕事。あ、ありがとう。で、みんなにとって、誰もがそうなんだけど、テキストで、いい仕事は、しくて稼げると。ここは楽しくて稼げる仕事でしょ？わかる？楽しくて稼げると。これはみんなそうだと思うんだよ。いい仕事に入れるじゃん。で、テキスト。のんちゃんどこ行くの？おばこ買ってくる。あ、俺の分も買ってきて。え？何？コンビニ行かない、自販機。あ、そうか、オッケー。あ、じゃあコーヒー買ってきて。タリーズ。で、楽しくない、稼げない仕事。があると。ちょっと分かりづらいな。で、ここがあると。
楽しくなくて稼げない仕事があるでしょ。で、重要なのはこれを選択するときに次の選択、もう2つ問題が出てくると。楽しい、稼げない、楽しい稼げない仕事と、文字潰れてない？大丈夫？楽しい稼げないと、あ、これつまらないんでしょうか、見づらいから。つまらない稼げないか、つまらない稼げないか、もし大丈夫？今度つまらない楽し、つまらない稼げるか、つまらない、で、このさ、真ん中ってみんなさ、わかると思うんだけど、この楽しくて稼げるっていうのは100人が100人これいい仕事っていうのよ。で、つまらなくて稼げない仕事っていうのは100人が100人悪い仕事の方に行くじゃん。で、この順番をどっち側に入れるのかで人生が変わるよって教わった。こうするのか、みんなはどっちが優先する？つまらなくて稼げる仕事と楽しくて稼げない仕事、どっちを優先するかって。で、これで金持ちになるか貧乏になるのかが分かれるっていうふうに言われたのよ、俺は。で、そこには明確な理由があるっていうふうに言われて、で、みんなはどう選択してる？で、どうしてそれを選択したのか、ちょっと書いてみて。うん。これを、この楽しくて稼げない方を選ぶか、つまらないくて稼げる方を選ぶか。で、これで人生がわかるんだって。楽しいけど稼げない方がいい。つまらないけど稼げる、こっち？つまらない、楽しいけど稼げない。楽しい、稼げない。こっち側をいい仕事にするってこと？ポポさんはこういう風にするってこと？つまらない稼げるは良い仕事。こっちを良い仕事にするってこと？こう。矢野ラッキーさんはこういう価値観ね。楽しくて稼げないのは悪い仕事っていう。矢野ラッキーさんはこっち。あ、オッケーオッケー。もう一回説明するね、みんな。もう一回説明します。世の中に悪い仕事と良い仕事っていうこの基準、価値観があるとする。これは自分の中の価値観でいいです。で、つまらなくて稼げない仕事って誰もがやりたくないじゃないですか。つまらなくて稼げない仕事は悪い仕事だって入れるのは普通でしょ？みんなにとって。OK？ で、楽しくて稼げる仕事ってみんなにとっていい仕事だよね。ここは絶対ブレないと。人間ってここは絶対ブレないはずなの。みんなにとっていい仕事ってなんだろう？楽しくて稼げる仕事だよね。で、みんなにとって悪い仕事ってなんだろうって考えたときに、つまらなくて稼げない仕事だよね。で、一番重要なのは、この二つ、楽しくて稼げない仕事っていうのと、つまらないけれども、楽しくないけれども、稼げるっていう仕事の種類があるんですよ。これわかるでしょ？のんちゃん、お金。あとで払うわ。で、この、どっちをいい仕事に入れるか。要は、その、1,2,3,4 って選択肢があったとき、1番、つまらないのと、1番、これ4番目。で、2、3をどう置くかによって人生が変わるっていう話をしてたのよ。みんなはどっち？みんなは、いい仕事の方、どっちを選択する？これ。こういう順番にする？どういう風に設定するか。それを聞いてるの、みんな。で、理由、どっちを選択して、理由を聞きたいっていう風に思ってんの、俺は。わかる？うん。つまらなくて稼げる方を優先する。その理由を、ちゃこさん、教えてください。こっちがいい仕事の定義ね。優先するってことね。ありがとう、ちゃこさんは。俺は5回目の楽して稼ぐ。いや、楽して稼ぐってこれだよ。楽しくて稼げるって書いてあるじゃん。
やりがいのことね。要は頭のことはやりがいのことを指してて、稼げるか稼げないかっていうのは、要はお給料のこと。稼げる、仕事をプライベートを分けるから、つまらない稼げる。あ、じゃあこっちを選択する人が多いってこと？いい仕事の定義。こっちを選択する人が多いと。で、なんでこの話題になったかっていうと、こうしろっていう風に本に書いてあったんだけど、和道なんでっていうことだったの。本にはこういう風に書いてあったと。で、俺答えは知ってるの。前の仕事はつまらなくて稼げた。なるほど、前の仕事こうなったと。こうね、こっちだったと。やめて今は楽しくて稼げない方にしてる。ストレスがたまらなくて向上心が高まる。結果として返さないから。なるほど、こうしたら良くなったと。なるほど、面白いね。今日理想は狙わない。動物キッチン久しぶり。バーガーありがとう。なんで俺ね、理想は狙うのやめたんだよね。あの、面白いやつが勝手に取るよ楽だけど楽しいわけない。ボルサリーノさんのね、提案は面白いんだけど、それってなんかトンチの話になってきて、ボルサリーノさんよ、座布団1枚みたいな話をするつもりなくて、この4つの選択肢だったらボルサリーノさんはどっちを選ぶのかで、なんていうのかな、で、それが何なのかっていう、その思考の話を今してる感じかな。つまらない稼げるのは良い仕事、こっちか、こっちね。で、稼いだお金で好きなことができるから。ほう、なるほど。で、お金がないと楽しいことできない。OK。で、じゃあ、俺の結論から言っていいですか？みんな書き終わった？みんな書き終わった？俺の結論言ってもいい？俺の結論。それともまだみんな発表する？理由言いたい人。楽しい方、稼げない方を結局長続き。ほう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 、こっちを優先するのね、千鶴さんは。みんなも意見書いてて、いろんな意見あって面白いんだけど、俺ね、一番説得力が自分の中にあった答えがあるの。その本とかじゃなくて、これ先輩から教わったことで実践もしてるんだけど、理由がある。楽しくて稼げる。楽しくて稼げる方を優先。楽しいけど稼げない。こっち側ね、つまらないけど稼げ、こっちか、こういう順番かな。フーフーマンはこういうことかな。楽しいけど稼げない。うん、じゃあ俺はその4つならはまらないから、とにかく楽して稼ぎたい俺。つまら、楽しい、つまらない、あ、なるほど、稼ぐことっていうのが楽しいか楽しまないかじゃなくて、稼げるか稼げないかだけで考えてるってことね。効率、それってボルサリーノだから、その例えばボルサリーノさんに言ってんのって、ラーメンと焼きそばどっち好きですか。いや、冷やし中華。いや、違くて、今ねってボルサリーノさん、今ラーメンか焼きそばかの議論なんですよ。いや、俺は冷やし中華なんだよね。なんかちょっと議題とは違うかもしれない。いや、あの、今ね、ラーメンか焼きそばか今決まってミーティングしてんだよ。だから今冷やし中華、いや、そんなこと言っても俺冷やし中華めっちゃ好きだからな、考えたことねえわ、ラーメンとか焼きそばのこととか。俺冷やし中華しか食わないし。帰れ帰れ帰れ、お前帰れ帰れ。今の話題向いてねえわ、ボルサリーノ。おい、お前が冷やし中華好きな話聞いてない。俺らはなんでそうやってアピールしてくんの。焼きそばかラーメンかって話をずっとしてんのよ。俺焼きそばもあんま好きじゃねえわ。冷やし中華うまいよね。冷やし中華うまいんだよね。帰れ帰れ帰れ。この話題向いてねえよ向いてねえよ。ちょっとロムってろ。 OK？ 回答になってたかどうか。回答じゃなくて、こっちでもこっちでもいいと、どっちでもいいと。こういう人とこういう人、両方あるわけじゃん。で、理由を教えてくれって言われたの。なんでって。OK っつって。いいやつ。ボルサリーノいいやつ。ボルサリーノ。俺も冷やし中華好きだから、ちょっと待ってろ。冷やし中華の話すっからよ。悪かったな。冷やし中華の話はまた後でしよう。理由だね。回答になってたかっていうか、まあ価値観なんだよこれ。価値観なのこれ。
要はつまらなくても稼げる方、要は趣味に使いたいからお金ないと寂しいからさ、つまらない方を選ぶわっていうか、あとはいや長続きしないから俺こっち選ぶんだよねって、いろんな意見があるじゃん。いろんな意見がある。つまりその楽しいことを優先するのか稼げる方を優先するのかって話なの。これはわかるよね。稼げる、その楽しさと稼げるかどうかを天秤にかけてるってことなの。でボルサリーノはそのちょっとひねくれてたから冷やし中華って言ってるけど、これはお金を優先するかやりがいを優先するかっていうの分かる。そう、この価値観は何を測ってるテストかっていうと、やりがいを優先する、楽しさを優先するのか稼げるのを優先しますかっていうことなの、簡単に言うと。それは分かるよね。でそのここから何が見えてくるのかっていう考察をしてんの、理由付けっていうのは。例えば仕事が長く続くのは私こっちだと思うんだよね、いやお金がないと人生つまらないからこっちだと思うんだよねとか、その理由っていうのは人それぞれなんだよ。でこれが価値観とかいう、性格であったり価値観であったり人格って呼ばれてるものなの、うん、そう、やりがいを優先するタイプだからこっちなんだよ。もちろんこれがあるのも忘れないでねっていう、その真ん中の2つを選ぶとしたらっていう、あえての。でじゃあ俺が実践してる答え言っていい？俺が実践してる答え、先に進んでよかったら手を挙げてください。先に進んでよかったら皆さん手を挙げてください。OK。 悪い仕事はもうつまらなくて稼げない仕事なんか誰もやりたくないでしょ。そう、うん、だから悪い仕事の定義はつまらない稼げないは決定なのよ。で楽しくて稼げる仕事って全員やりたい仕事なのよ。 OK。 じゃあ行くよ。俺はこういう選択したの、こういう選択、ここまで OK。 でなぜこれを、あれタバコがない、のんちゃんやだよね、買ってくる、ごめんねのんちゃん。でも着替えとか映んないよね。あ、今キャプチャーしてる、画面映してないから大丈夫、申し訳ないのんちゃん。俺がさこの選択をしたのには理由があるんだよ。なんでかっていうと昔こうだったの、俺昔こうだったのよ。でこれじゃダメだよって教わったの、こっちの人に、こっち側にいる人にこの考え方はダメだよって言われたの、この考え方。仕事内容はこの時関係ない。で、なんでだと思う？お金持ちの人とかはこういう選択をするんだって言われたの。で、なんでだと思う？なんでかわかる人います？なんで金持ちはこういう選択をするのかわかる人？うん。こっからなぜこうなるのかっていう考察ができる人いる？楽しくて稼げるように努力するから、最終的に稼げるに消化するから、いい人間関係が築けるから、みんないいね、いいことはいっぱい持ってるね、楽しいと稼げるようになるから、ほうほうほう、塵も積もれば、塵も積もればね、ほう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 、お金と人間関係は切っても切り離せない関係で、楽しいと人も集まってくるから、あーなるほどなるほどなるほど。俺が納得した答え言うね。みんなそれぞれいい答えだと思うんだけど、つまらない仕事を稼げるってこっちに優先してる人ってすごく多いでしょって。実際多いのこっちだと思う人手挙げて、実際世の中で選択してるのこっちが多いと思う人手挙げて、同意見だって。多分ね、世の中の社会の 90% の人はこれを選んでるはずなの、こっち側を。それわかるっしょ？
従業員当初、ふんふん、それ理解できる？実際の選択肢で多いのはこっちだろうって言われたので、俺も手挙げる、わかるって。そう、普通の人はこういう選択するんだよって。そうでしょ、鶴根さんもそうだよね、俺もこうだったのよ。でこれって何かっていうと、なんでこれをしちゃダメかっていうと、いくよ、つまらなくて稼げる仕事ってどう、何をどうやっても楽しくすること不可能なんだって言われた。すごい説得力でしょ。稼げるは被ってるんだよ。だけど人間ってつまらないと思ってることを楽しくできるって相当な、相当な負荷がかかるんだって。わかる？稼げるはイコールなのに、つまらないものを楽しく捉えるってめちゃめちゃ難しいんだって。わかる？だからこれが、これがこれに進化する可能性はないんだって。もしあるとしたら、このつまらなくて稼げるがつまらなくて稼げないことになる確率しかないって教わったの。わかるよね、これ。つまらないことが楽しくなるってさ、相当な確率じゃん。だけどこっち側さえ選んでおけばこうなることはないんだって、楽しいから。どっちにしろ稼げないのはイコールなんだけど、楽しいからつまらなくなることは絶対ないんだよ、稼げなくても。でもこの稼げなくて楽しいことってこっち側にシフトする可能性があるの、わかる？こう進化する可能性があるの、これに。これ説得力めちゃめちゃない？俺なるほどって思ったんだよ。だから楽しくて稼げないことをやる人は大金掴む系の仕事を掴む人が多いって言われたの。これって何かっていうと、なんていうの、アーティスト系の仕事なんだって。漫画家であったりとか、音楽家であったりとか、アニメーターであったりとか、まあ、配信者とかもそうなんだよ。だから俺こっちを優先したの。これを変えたの、そのアドバイスから。だからつまらないことをやって稼げるは絶対こっち側にならないと。へえだよね。でも結構論理的で説得力あって。で、こっち側に、つまらなくて稼げない仕事にシフトすることはあるでしょうって。それがリストラなんだよって教わったの。そう。で、こっちがこうなるかどうかはわかんないけど、確率的にはこっちの方が高いと。ただ、こっちがこっちに行くことないんだよ。最悪なことになることないんだよ。だからプラスしかないと、確率論的に言ったら。だからこう配置するのが正解だよって言われた。面白いでしょ。これどう、説得力あった？どう？その長続きするしないっていうのもあるんだけど、その一番に行く可能性、これになる可能性を考えたらこの配置しかないでしょうっていう。うわ、仕事変えるって。いやいや、変えろって話じゃないのよ、仕事で。俺はその稼げなくても、その配信業ってそうだったのよ、3年間。実は配信続けた理由にこれがすごい深く関係あんのでしょ。ポポさん面白いでしょ。だからその楽しくて稼げない仕事だったのよ、3年間無給だったんだけど、楽しくて月収80万までなったのよ。うん、趣味を仕事にしたら苦痛になったって人いる。うん、ボルサニーノどうだった？最後まで聞いてみて。そういう意味だと面白いでしょ。うん、面白かったでしょ。うん、でこれだけを推奨する生き方が B 級ライフとかさ、月収5万円でも楽しく生活するとか本があるじゃん。要は進化させないでこれだけやろうっていう生き方もライフスタイルで推奨されてんのよ、最近。わかる？なんか5万円でも家は作れるとか、ノマドワーカーじゃなくてミニマリストとか、それがこれだけに特化するやつで、楽しくて稼げなくていいと。スローライフとかさ、いろいろあるじゃん、言い方。だけどこれは実は進化するんだよって。なるほどだよね。うん、俺はこれ聞いた時すげえ納得いったっていうか、いい話だよね。そうそう、つまらないのは実はお金じゃ取り戻せないっていう話をされて、その実はその金持ちが一番大事にするのって心のモチベーションと時間の2つって言われてんの。この2つは金じゃ買えないの。
一回そのなんだろう時間も取り戻せないのわかんない金では。俺は金を稼ぐことは 100% つまらないことだから、あとは苦労するからこうするかって選択肢だと。あーでもね、俺例えばさボルサリーノさ野球が大好きで大好きでプロ野球選手になったら俺は勝ちだと思って楽しくて稼ぐっていう選択肢は世の中にあると思ってるよ。多分ボルサリーノにとってその楽しいっていうことが何なのかっていう哲学になってくるんだと思う。うん、そろそろ冷やし中華の話いいわ。そうなんだよ、ボルサリーノ頭がいいんだよ。先読みして先の答え出しちゃってたから、だからちょっと今控えてって言ってんの。中華料理の話3番目に出すんだよボルサリーノみたいな、わかるでしょ。こっち引き出し用意してんのにお前が先開けてどうすんだよって、段取りあっからみたいなね。うん、まあまあまあね、まあね、うん、まあでもこの発想の違いがそのなんつうんだろう、金持ちになるか貧乏人になるのかっていう、幸せになるのか不幸になるのか、成功するのか失敗するのかっていう考え方だと俺は思ってる。うん、まあ俺も苦労はあるよ、苦労はあるけど、例えばの話なんだけど、じゃあ俺のリアルな話をするね。じゃあこうだと行くよ。俺のリアル、アルバイトつまらねえんだけど生活できるんだよな、配信楽しいけど稼げないから仕方ねえ、こうすっか。例えば4年前にこういう選択をしたとしよう。要はつまらない仕事、つまらなくて稼げるアルバイトとか正社員になったとしよう。俺多分月収80万になんなかったよ。そう思わない？どう？俺がもし4年前につまらなくて稼げるアルバイトであったりとか30万稼げる機関工になったとしよう。俺こっち側に行けたかな？行けたと思う？みんな。遊びほうけて楽しくて稼げるっていうこっち側に行けると思う？その選択を4年前にしてたらどう思う？現実的に考えて。多分病気になってたっつうか多分やめてるんだよね。うん、でそのあと俺はその楽しくてしょうがないんだよな配信って、こっち選んだの。行かないよね多分、ずっとアルバイトのままかアルバイト転々してたと思うの。だね、楽しいってさっきコメントにあったんだけど、続けられるんだよねってコメント何人か書いてたでしょ。だからねこっちに進化したんだよ。これはでかいと思うよ、これはでかいと思う。うん、でもねそう、貯金してたらっていうのはあるかもしれないけど、こっち側要は楽しい仕事は一生できなかったの。うん、つまらなくて稼げないか、そのつまらないけど稼げる、要はつまらない人生になる可能性の方が高かったの、どう考えても。でこれ重要な話なんだけど、次の話題いくね。今度俺の理論話してもいいですか？今度俺理論になってくるんだけど、今度人生の時間割っていうテーマで俺が考えた、これはあのオリジナルの理論なのね。人生の時間割っていうのを考えたのよ。で どんな人間でも1日24時間しかないわけですよ、どんな人間でも。でその時に普通って何だろうって言ったらさ、ざっくり言うけど、まず生きていくためにはさ、8時間仕事すると、まあそんないい仕事ないんだけど今、
で次に、8時間平均ね、8時間睡眠があると、8時間睡眠、じゃあ8時間何なのかっていうと、これプライベートってやつなんだけど、8時間自分の時間があると、これが普通って言われてるんだけど、現実どうなのかっていう、現実の今度問題いくよ。これ全部8時間仕事、8時間時間、8時間睡眠だよって普通に教わるんだけど、これ落とし穴があるんだよ。これ実は会社のオーナーとか社長とかに騙されてるけど、現実はどうなのかっていうとさ、うん、こういうものがあるんですよ。移動時間、食事の時間、出勤時間とかがあるでしょ。これをこの自分の時間から捻出してるの分かる？だから実はすごいその自分の時間っていうものは作りづらいって言われてんの。でしょ？だからこういった時にこうなるわけだ。現実問題として。こうでしょ？で、この時に人生を3分の1、ここに費やすわけですよ。で、ここがつまらなくなると、こっち側で解消するのが、なんつうんだろう。負荷がかかるのよ。だから俺はこっち側と、こっち側が楽しくなったら、俺の考え方ね、これ普通の考え方の普通の考え方じゃん。俺はどうしようって考えたかっていうと、睡眠時間は削ることってまあ嫌じゃん。あの生理現象だから、最高の人生って俺こう考えたの。16時間楽しくて仕事するってどうだろうって。俺が導き出した答えで。これ稼げるし、最高の人生だと思ったの。これどう？こうしたら睡眠時間変わらないわけだ、人間。ここ普遍的な数字でしょ？ここって変えられない数字じゃん。だったら、16時間楽しいことを、この2つっていうのをこっち側に転化しちゃったらつまらないのだったら、こっち側をやりたいと思ったんだけど、どう？いやだから遊びなんだよ。遊べないじゃんじゃなくて、遊びを仕事にするってことね。遊びを仕事にするっていう、それね、プライベートは分けたいかなってね、多分ね、そのなんだろう、あー、なるほど、そのプライベートとは分けたい。おそのプライベートで遊ぶって感覚じゃないの、それ。遊びを仕事にしたら、うん、え、ありがとう。遊びを仕事にしたら、そう、仕事を遊びにするか、まあそういう風にしたら最高の人生になるなっていうのが俺の答え、結論、究極。うん。楽しさをだけを求めてるね、仕事に関しては。俺は仕事に関してはだから、でその答えが、じゃあ最終的な答えは何なのかっていうと、じゃあその楽しいって自分にとって何だろうってなったの。
で、楽しいを自分なりに分析してどうなったかっていうのがこれだね。俺の中の答えはこれ。楽しいっていう定義化をしたんだけど、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていう。まあ中学生みたいな考え方かもしれないよね、確かに。それはね、多分ね、ゲストさん、仕事中は気を張るっていうのは楽しくないから気を張るんだよ。例えばさ、楽しいことやってたら気張らなくない？だから楽しいことやって稼いでる人って気張らないんだよ。夢幻のレベル。どうなんだろう。俺は実践できちゃってるから、俺はもうこれができちゃったのよ。だからまあ、なるまでは苦しかったけど楽かなって感じかな。まあだから好きなことを仕事にしてるから楽しいっていう感じだよね。ズワイガニは成功したんだよ。だから、好きなことをやってたからっていう。まあまあ、そんな感じかな。ね、好きなことやってたらずっと続けられんだよね。っていう理論を俺は採用したっていう。配信者しかないのかな？俺配信者しかないとは思わないけどな。逆に言ったら、その中学卒業で学歴がなくてどうやろうって言った時に、この人生を歩むためにはどうしたらいいんだろうって考えて出した結論は配信者だったね。そうだね。どれだけ続くかだね。本当に。俺はだからまあ、やってよかったね。やってよかった。ありがとうね、のんちゃん。かな。で、強要はしない。強要はしないです。なんでかっていうと、責任持てないから。ああ、自分の店出すのはいいよね、絶対。スキルアップにつながるしね。生きてるのと人の人生に邪魔を入れてくるやつもいる。だから山あり谷あり。人の人生に干渉はしてこないんだけど、否定する人は出てくると思うよ。お前の生き方どうなの？っていう。例えばその反対側にいる人ほどそうなりやすいとは思うよ。人間ってやっぱり、誰しも自分が正しくて、自分が正解を言う生き物だと思ってみんな生きてるわけじゃない？俺、人間の性質ってそこだと思うのよ。だから、自分の正当性を保つために、反対側にいる人間っていうのを否定しがちな生き物かなと分析してる。将来配信で稼げなくなったら、普通の仕事に戻れる。多分普通の仕事に戻るんじゃなくて、配信に似たものを探すと思う、俺は。ゲストさん、多分。要は、それが作家なのか、音楽家なのか、何なのかわかんないけど、多分もう、普通の仕事っていうのは選択肢の中にあんまりない。多分、だから配信者に変わる何かを見つける、と思うかな。自己表現してどうやって稼げるんだろう、みたいな。どうなんだろうね。辛いことやムカつくことが職場にいたりすると負けって風にやる気出るし、なんかそれが。もちろん楽しいことやってても、苦痛は絶対発生するのは絶対そうだと思うよ。つまらないけど稼いで目標達成で転機が来るかもだし、楽しい仕事で何にも手に入れることができないかもだし、和道の言ってることで最後は後悔してるやつがほとんどだと思うよ。成功してるやつはわずか。なるほど。まあまあ、そうだろうね。多分ね、なんて言うんだろう。俺が考えるに、なんだよ、これは。多分ね、諦めたかどうかが結構でかいのかなっていうのが、でかいかな。諦めたら失敗で終わるじゃん、どんなことでも。例えば自転車に乗って転ぶじゃん、全員。痛いからもう嫌だわっつったら一生乗れないんだよ。でも、乗れるようになるじゃん、人間ってなれるから。だから、途中で諦めたら失敗なんだと思ってる。これはいかに
自分がハマる仕事を見つけるかって話。ああ、全然違う。本に、楽しくて稼げない仕事を選んでる人が成功してるよっていう話の話題があって、ああ、それ、俺もそう思うっていうこと。はい、NG です。はい、こんにちは、葵さん。そうそう、そのわずかになるまでやったもん勝ちっていうのが結論かな。で、極端な話、楽しいことをやってたら、どんなに貧乏でも耐えられるっていうのが俺の判断だった。で、実際やめなかったよね、配信は。どんなに辛くても。あ、いや、すごい共感できたんで。で、推奨してるわけじゃないんだよ。推奨してるわけじゃなくて、実際、俺が、この人楽しそうに仕事してるなっていう人が、そういう人多かったよっていう話をしてるだけ。こういうふうに生きるべきだとも思ってない。全然思ってない。そう、やるかやらないかは、自分次第だと思ってて、俺はこっち側選択したよっていうだけの話だから。そう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 。あ、もちろんだから、怖かったよ。その変な恐怖感はすげえあった。だから、それこそさ、10年後、この仕事なくなったらどうしようって言われるまでもなく、俺が毎日考えてることだから、そこはだから、自分との戦いなんだろうね。自分で選んだことだから。自分がどっちかを我慢してるか。だから俺は多分10年後食えてるのかっていう恐怖と常に戦ってるわけじゃん。だから人も集めないといけないし、愛されるキャラクターにならないといけないっていうのに毎日磨きをかけるわけだ。で、それが苦痛に感じないで楽しく続けられてるのは、配信が好きなことだったからだと思ってる。毎日不安は不安だけどね。でもね、人間って不思議なんだけど、腹くくると不安じゃなくなる。そう、腹くくって行動しだすまでがすごい怖いんだけど、やってみるとなんてことはないって感じがするかな。諦めたら終わりだからね。諦める行動だけは全部が無駄になるんだよね。それまでに培ってきた時間、お金、何もかもが全部無駄になるのが俺諦めるっていう行為だから、みんなが言う失敗っていうのは俺ただ経験積んでるぐらいにしか思ってないよ。その業界を諦めなければ、夢みたいなのを諦めなければ、まあ経験してるだけじゃねえみたいな。そういうふうには思うけどな。収入ゼロになる可能性はあるけど、どうなんだろう。収入ゼロ。あんまりね、見えないかな。多分、収入ゼロになるぐらい、ゼロにはならないと思ってる。多分ね、ゼロにはならないっていうか、俺の予想だと15万切ることはないと思ってる。今のネームバリュー的に考えると。だから、10万しかねえわっていう自分が想像はつかない。もう、絶対に一生食っていけるぐらいの、名前まで押し上げたなっていう感覚はあるね。ただ今の夢が億万長者になることなんだけど、それができるかできないかって言ったらまだ見えないよね。諦めてないけど。俺の場合、辛いことしないと、ずっと楽しいとか、なんとか違和感ある。俺の場合、辛いことしないと、ずっと楽しいと、なんか違和感ある。何なんだろうね。そういう本能が人間にあるのかな。俺は逆に、楽しいこと毎日探すのが辛いね。今日どうやって楽しいことやろうっていうのがハマらないとき辛いね。今日楽しいことねえな、みたいな。まあでもね、自分で決めて自分でやってね、死ぬ時に後悔しなければ勝ちだかんね。後悔って何なのかって言ったら、やらなかった時の後悔の方が、たち悪いっていうかさ、例えば、好きな人がいますと。で、振られるのって失敗だと思うけど、俺は、別の次の人が見つかるだけだと思ってんの。一番やばいのは、好きなのに伝えなくて、言わなかったことって一生後悔しそうな気がするんだよ。その人が結婚しちゃったりとか。取り返せないじゃん。
だったら振られた方が良かったなって思うんじゃないかなみたいな。だからその戦わなかったことの方が俺尾を引くの。あの負けてもいいから戦う選択っていう、そうするとね負けた時すっきりするんじゃねえかなっていうのは思うかな。うん、そういうもんじゃねえのかなみたいな。そう死ぬ時になんかあれやっとけよかったって思ったら無理だからね例えば相手が恋人いて、あ俺はね相手が恋人いるいない結婚してるしてない関係なく好きになったら好きっていうタイプだね。例えばそのなんつうんだろう、だからそれこそ生活保護を受けてるのに配信で飯を食うとかいうタイプだよ。わかる。相手が結婚してるのにあなたが大好きです結婚してくださいっていうタイプだし、生活保護受けてるのに俺は配信で飯を食うんだっていうタイプの人間の。そうだからミーコさんそう考えるとなんか説得力あるでしょ。あ言いそうって。そうそう、成功失敗は成功のもとだし、経験ただの経験って感じがする。まさきさんと同意見かな。あとまあ行動だけだよね、その説得力っつうか。トークンさんいらっしゃい。 ABEX の松浦は遊びが仕事で仕事が遊びですよね。何かを生み出してますが、配信者は何が生み出してますか。金を稼げるだけな印象ですが、仕事って何なんでしょう。俺は配信を仕事だと思ってません。変な言い方になるんだけど、遊びで稼ぐっていうのがテーマの、だから仕事だとは思ってるんだけど、なんて言うんだろう、みんなが思ってるその我慢してやる仕事みたいなの感覚はない、楽して稼ぎたい、楽するって楽しむって意味なんだけど、楽して稼ぐっていうのが俺の感じかな。もう超楽しんで稼ぎてえなみたいな。トークンバカありがとう。おいなつさんこんにちは。トークンこんにちは。仕事って何でしょう。だから仕事って人によって定義違うじゃん。うん、だからそのなんかその生きてくために稼がなきゃっていう感覚ではないかもしれないね。うん、なんとなく将来のことは考えてないっすね。全くパピさん全く考えてないっす。なんかその今が将来を作ってるだけだから、今頑張ってたら将来楽になる、で今サボってたら将来ダメになるぐらいにしか考えてなくて、だって5分後に死ぬかどうか分かんないから、今できることをやったらなんかこう未来が良くなるんじゃないかなっていうぐらいにしか考えてない。だから将来のことどころか5分先のことも1日先のことも考えてない。プロゲーマーは断念してないかな。第3、仕事イコール労働収入って思ってる人がほとんどだからね。まあ俺も昔そう思ってたけどね。でもなんか周りの大人が気づかせてくれたっていうか、あ、仕事ってそういう考えて思い込みだったんだっていうか、それしか選択肢がない生き方をしちゃってたから、要はニートだったりとかしたらタウンワークとか、見ないと仕事が選べないような人生選んじゃってたのは自分の思考だと思って、でその時だからフリーペーパーやったんだよね。タウンワーク自分で作ったら楽しそうだなと思って、もし子供ができたらどうしますか。どうもしないっすどうもしないっすね、愛の言葉さん。子供ができたからどうもしないっす僕は。前職は何してたんですか。アルバイト60個ぐらい、正社員2つぐらい、その他は全部自営業ですね。例えばその YouTube の動画をお店に作って、
お店からお金1ヶ月1万2000円もらってた。月1万2000円ね。1店舗1店舗に商談していくので、お店の紹介動画 YouTube で僕編集して動画作るんで、それ一生そのサイトになるんですよって。で、今サイトとかって流行ってるけど動画めちゃめちゃ流行ってるじゃないですかって言って、7年前ぐらいなんだけど、だからお店の PR 動画作りませんかって。で、月1万2000円ってお店やってる人からすると広告料として大したことないから、あのサイトプラス動画でポータルサイトを作ってるんですけど、月1万2000円でどうすかって言うと、あ、いいよって、他のところ10万とか5万とかするから助かるわって言ってくれて、でそれ200店舗ぐらい経営して、で1店舗につき1万2000円でしょ、ジャリンジャリン入ってくる。うん、バイト60個ぐらい。もうだから、その、辛くて稼げる仕事っていうのは向いてないと思って。うん、ポンポン、もう、なんか、店長が脇がとかだけで辞めてたね。くさっと思って。もう出勤するじゃん。で、店長、おはようってくさっと思って。その日のお昼休憩、3時間後にもうバックれるみたいな。無理だわつって。くさすぎるわとか。そういう人生だったね。あ、もうくさすぎて無理だわつって。あんな臭い職場やだわって、本当に本当にまた辞めたのつって、今度何って、いや店長脇が立ったんだよとか。そんな感じだったね。うん、単価安くしすぎるとどこからか文句とか嫌がらせとかされないの？されなかったね。大丈夫だったね。うん、臭いのは辛いよね。あとなんだろう、辞めた理由。例えば光ファイバーをくっつけて検査する仕事やってたの。光ファイバーの製造の工場で。で、19歳で1ヶ月40万円給料もらったの。すげえよくない？中卒なのに1ヶ月派遣で、時給が1500円で、深夜だったから、その 1.25 倍だっけ？ 1. 何倍とかになって深夜手当とかで。で、残業手当で 1.75 倍になるのかな。で、その夜8時から、その仕事はちょっと残業4時間込みだったの。だから拘束時間13時間なんだけど、40万円もらえたのよ。で、普通にありえないぐらいいい仕事じゃん、中卒のアルバイターからすると。それもやめたね。結局もう本当に簡単なんだよ。光ファイバーのケーブルをピッて抜いて、あの布巾かけて光ファイバーのガラス出すじゃん。もう一個ガラス出した。こうぴったりくっつけて、あとコンピューターピッて押すと、その断線してるかどうか測るだけの。ひたすら12時間、その1時間休憩と普通の休憩もあるんだけど、あの実働12時間で、ただビニールのテープ、あのカッターで切る、つける、ボタンを押す、で正常に作動する、で断線してたら断線してますって言って履けるっていうだけの仕事なのに、3ヶ月持たなかったね。俺、光ファイバーの、これをやるために生まれてきたのかなって考えちゃって。広告制作の仕事なんで辞めたの？ネットワークビジネスの方がも楽しそうだったから変えた。友達にあげた、その会社。稼げてたんだけど、あの、ネットワークビジネスでマルチ商法ってあるじゃん。あれがすげえ面白そうと思って、そっち側にはまって辞めた。権利収入っていうのをやりたくて、寝てても金稼げるよって言われて、マジでっつって、で辞めるわっつって、社長辞めてネットワークビジネス始めたね。うん、アホでしょ、もったいない。うん、でもネットワークビジネスで3年後どうなったかっつうと、毎月ジャリンジャリン40万入ってきたよ。寝てても何やってても40万入ってくる。ネズミコウとは違う。うん、風船ありがとう、ライパチさん。何やってても毎月1ヶ月に1回40万。あ、違う、2週間に1回給料入るから20万ずつ入ってくるの。なんだこれと思って。すげえ楽しかったね。13時間働いたら倒れる。倒れはしなかったから楽だったから。だからずっと立ってんのが辛かった。寝てても稼げる仕事紹介してほしい。
ネットワークビジネスはすごい良かったよ。なんかその会社を作るのってやっぱさ、会社登記するだけで30万かかって、で資本金は1円でやったけど、やっぱ金作らないといけないからすげえ大変だったんだけど、まあ何百万かかるわけじゃん。でもネットワークビジネスって毎月1万5000円で参加できて、マックスの収入1万5000円で最高額っていうのが300万まで入ってくるのよ。でポジションっていうんだけど、それ1万5000円を3ポジション買ったら毎月の出費4万5000円だったんだけど、最高の収入が900万になるわけでしょ。あ、労働するだけで最高900万になる仕事ねえなと思って、あ、じゃあこれやってみようかなみたいな。で一回900万作っちゃったら寝ても覚めてもずっと金入ってくるわと思って、うん、使い道は主に何でしたか。いや普通になんかホテルのロビーとかでコーヒー飲んでんの1800円とかのコカ・コーラ飲んでてで芸能人とかいるわと思って眺めてて、でそこでなんかずっと毎日いて、ホテルのバーとかロビーにいて、でなんか稼ぎたいやついたら呼んでっつって、そのダウンラインって言うんだけど、ネットワークビジネスで下の人がどんどんできてきて4500人になったのよ、自分の下部組織っていうのが。でそこの4500人にいつもこれやりたい人がいたら俺説明するから、そのホテルのロビーにいるから呼んでっつって、スイートルームとか予約して、スイートルームとかでずっとなんか喋ってるだけみたいな。貯金、いやないっす貯金は、うん、あお疲れ様ですまさきさん、うん、アムウェイで働いてるってわけじゃないでしょ、アムウェイの社員ではないでしょ、うん、アムウェイの会員さんなんでしょ。江戸っ子かよ。あーなんか稼いだら使わないと怖いなと思って、無理して使ってるかな。なんか稼ぐモチベーションを常に作りたいから、あの稼ぐ理由を作るためにガンガンやってる、ガンガン使うって。だからね、昔はっていうか3ヶ月ぐらい前まではあのユニクロのジーパン、5000円のジーパンをあの2年間使って穴ボロボロになるまで履いてたけど、今では3万円のリーバイスを履いてる無駄に金を使わないとって思って、で3万円のリーバイスはやっぱいいね。今日もリーバイス行ってきたんだけど、どうしようかな、もう一着買おうかなみたいな。だんだん金に困らなくなってきたね。時給1000円24時間365日で860万。死ぬな、それ。365日寝ないでってこと。大さん死んじゃうよ、それ。うん、俺、GU の1000円の履いてるで。あ、ありがとう、ライパチさん。風船。じゃあ、1時間経ったんで、アイテムタイムさせてください。1時間に1回アイテムをおねだりします。もし面白いなとか応援したいなとか参考になったわと思う人はアイテムください。それではアイテムタイムスタートです。一生履けるって言われたね。このリーバイスはリペアすれば一生履けますよ。トークンさんバーガー2個ありがとうございます。風船ありがとう。夫婦マンありがとう。今回一番面白かった。ありがとう。どうなんだろうね。やっぱり、ねえ、気分いいっすね。リーバイスの606ってやつ履いてる。
数合わせありがとう、風船6個ありがとう。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。いろいろと考えさせられました。でもさ、なんだろう、人生ってさ、こう自分で決めて自己責任じゃん。誰の言い訳にもできないじゃん。だからまあ自分が納得する生き方してたら問題ないよね。その、どっちを選択したとしても、どっちを選択したとしても自分が納得して死ねるんだったら俺は成功だと思うけど、Jさんはどっち？エースっていうの、デニム600ドル、6万円、すげえな。俺もなんかリーバイスでいいやと思って、自分のアイテムはもうリーバイスで固定で決まった、自分の中で。なんか他のエビスのジーパンとかもあんまり興味ないし、他のメーカーのジーパンもいいやって感じかな。なんか今日もリーバイスショップ行って、穴開いた時リペアってしてくれますかって聞いたら、あ、全然やってますよって、ただ3週間かかりますって言われた。あ、でも公式でやってくれんならいいなと思って、もうメンテナンスは全部リーバイショップでやろうと思って。アクネって読むんだ、ありがとう教えてくれて。なんかそのリーバイス調べてたらいろんな面白い逸話があって、世界で初めてジーパンをメーカーとして出したのはリーバイスとかさ、だから世界初の老舗最古のリーバイ、あのジーパンショップでもあるし、伝統がある。で、何よりもグッときたのが、あの世の中には2種類のジーパンがあるっていう格言があって、ほうと思って。で、その2種類は何なのか、世の中には2種類のジーパンがある、リーバイスのジーパンとリーバイスじゃないジーパンの2種類だって書いてあって、かっけえと思って、ゲーム配信やろうと思ってビデオキャプチャー買ったんだけど、なんか接続がうまくいかなくて断念したね。お疲れっす、ザーチンさん。楽しんでいってください。なんかベタだけど、なんか子供の頃からずっとリーバイ好きだったんだよね。持ってなかった、1着しか持ってなかったけど、すげえ生地の素材感とかいいなとか。で、本格ジーンズにしたらやっぱ値段もリーズナブルだったし、人は来ないよねやっぱね。何のゲーム？ゴエモン3を買ってきたね。だゲームもソフトも買って、ゴエモンカスト2買って、アクションゲームやろうと思ったんだけど、スーパーメトロイドとか。あ、デニムリーバイスディーゼルくらいしか履かないいらっしゃい、カー君、楽しんでて。なんで人体模型あんの？かっこいいなと思って。クラッシュバンディ君に顔が似てる。ディスだよね。ディスだよそれ。
ね、雨すごかったよね、本降りで。あ、形大事だよね。わかるわ。あ、俺今一個企画考えたんだけど、賛成か反対か言って。あのね、この企画結構危険な企画なんだよ。一個考えたの、さっき。賛成か反対か、ちょっと意見が欲しいんだけど、カントリーマームを段ボールで大量に買うの。俺カントリーマーム好きじゃん。花火一発上がるたびに、カントリーマーム1個食うっていう4時間枠やろうかなと思ったんだけど、どう思う？ 4時間絶対諦めないって。カントリーマームを、花火が一発上がるたびにカントリーマームを 1個食うっていう。これ多分死ぬかもしれないよ、マジで。泡吹いて倒れるかもしんないけど。これはちょっとね、考えた。それどう思う？人間はいくつ4時間でカントリーマーム食えるのかっていう。一袋では絶対やらないね。なんでかっていうと、自分が花火どれだけ上がるか知ってるから。どう？ いや、花火来なかったら花火来ないでいいじゃん。別に。カントリーマーム食わないだけだから。だけど、食べ物を粗末にしない？いや、カントリーマーム全部食うよ。粗末にはしないよ。それはね、ちょっとね、やってみようかなとか思って。大量のカントリーマームを買って。それは今考えたね。今っつうか、さっき休憩中に駅歩きながら、ありかなと。糖尿になるっつうか、多分ね、なんか吐くと思うよ。ゴバーっつって。この辺がカントリーマームだらけになる。ね。吐いたら全額リスナーに返金できる企画するなら賛成。いやー、どうだろうね。吐いたら全額返金。返金っていうのは不可能だからね。もう、返金っていう可能性はないね。翔さん。なんでかっていうと、半分その、もう運営さんに行っちゃうだけだから、それやっても運営さんが喜ぶだけだから、それは企画じゃないよね。罰ゲームならあるね。罰ゲームなら返金っていう可能性はない。罰ゲームならいいよ。10回連続来たら、だから10個食べればいいんじゃないの。 連続で、吐いたらバンだね。 吐いたらバンだね。 花火200個来るまで食べ続けるとか。何これ。いや、はいじゃなくて。URL の意味がわかんないんだけど。はいじゃねえよ。I love Japan. Me too. No English. 吐いたらカツラかぶって配信だな。吐いたら、ハゲヅラかぶって配信の。まあ、罰ゲームは受け入れるよ。何でも。はい、トーマスさんはどっち？今からじゃあカントリーマーム大量に買ってくる？何袋ぐらい買えばいいんだろうね。足りなくなったら追加していかないといけないでしょ。
いや別に今からやってもよくない、暇だから。だから URL 貼るなっつってんの。政権好きはやだ。もう勘弁してよ。歩いたり政権好き打ったりさ、もうやだって。死ぬって本当に。もうズル向けだよ足の皮。もう本当にきついんだって。勘弁してよ。やだ、やらない。映画はまあのんちゃんがメイクとかが今日やだっつったから、あの明日ねって話になったね。1ヶ月もカントリーマーム生活ね。死ぬな。高尾駅から政権好きをしながら新宿まで向かうっていう。あー面白いねそれね。それも多分何週間どころじゃないでしょう。どれくらいかかんだろうな、政権好きやりながら歩いたら。1ヶ月ぐらいかかんだよの。足の付け根っていうか、もう足全体、膝と足首と、もう足の裏はもう豆がひどくて、なんかこんくらいの豆ができて、それが全部潰れてベロンって皮剥がれたよ。でほら夜雨降ってたじゃん、だから靴がびっちゃびちゃだったから、足が全体なんか腐ったみたいにブクブクに、水ぶくれ水死体みたいになってたね。で右足の豆も4箇所、1、2、3、4、これは全部潰れてるからあれなんだけど、右足はもう硬くなってる、うん、すげえ痛いけどね、うん、左足がやばかったね、めちゃめちゃ痛い、うん、歩くもんじゃねえよあんな距離。二度とやりたくない。高尾駅から新宿に歩くことはもう二度とないよ。クラクラすんな。面白い企画ねえかな、考えねえとな。初見さんいらっしゃい、ふわこさん楽しんでってください、ワードです、よろしくお願いします。
こんばんは、チキンさん、こんにちは。うん、言ってましたよ、ふわこさん。配信見てくれたの。お疲れ、エージェルで。歩いて歩いて、この前とか昨日だね。昨日、高尾駅から新宿まで歩く配信やってたよ。2日間かかった。YouTuber のヒカル、年収5億。本当に？マジで？すげえな。マジで言ってんの？へえ、ほんとだ、すごいね。日本一にふさわしいのは僕。月間登録者1位に輝いてる日から日本一の YouTuber になる、勝てる自信があるのはビッグマウスに隠れた本日戦略。おお、オフ会2000人、やば、すげえなこいつ、やばくない？2000人。ネクストステージ代表、チャンネル登録者数200万、すげえな、やば、すごいね。あ、少しだけ見てた、ありがとうございます。やば、夢あるな本当に、すごいね。5億。上場企業の代表でもそんな稼いでないでしょ。上場企業の代表って日本の平均でいくらだったかな。9000万とかその辺だったと思うよ。上場企業の代表以上だと思うよ。やばいよな。億万長者になったら一緒にベガスでギャンブルしようね。まあなると思うよ。なると思うよ。事務所もほぼ独立事務所だから看板はあるけど金は折半みたいなんで5億以上らしい。はー、あー、もう個人収入が5億って感じなんだ。すげえ、やべえな本当に。 YouTube やらなきゃ。YouTube やらなきゃだよね。YouTube ね、あと150人で YouTube ライブで投げ銭できるからさ。あ、そうそう、みんなさ、あのチャンネル登録お願いします。このね、これお願い、本当にマジで。俺 YouTube ライブも結構頑張ろうと思ってるんで、動画とかもやってくんで、これぜひよろしくお願いします。チャンネル登録まだの人はよろしくお願いします。すげえな。まあそりゃね、今後ね、今後の収益全部募金しますとか言うよ。半分募金するって言ったのか4分の1募金するって言ったのか分かんないけど、もう税金対策だよなね。これ以上稼いでも意味がないぐらい稼いでるわけだもんね。まさに金に縛られてないよね。すげえな。閲覧、いや俺いつもこんな感じだよ。閲覧の割に少ないっていう感じだけど、毎回
継続なのかな。いや、なんだろうね、俺は結構志なんじゃねえかなとか思うけどな。なんかビジョンがでかかったんじゃないの。税務署から1ヶ月1回呼び出しかかるってすごいよね。すごいな。俺は先月80万かな。全然レベルが違うよ。年収5億とさ、月収80万っていう。全然レベルが違う。おい、リカちゃんいらっしゃい。はい、ワード2、しのぶちんいらっしゃい。一回枠取り直すわ。一回次枠行きます。すぐ。お疲れ様です。